コンチータ・スペルビア・コンチータ・スペルビアは、スペインのメゾソブラの歌手、ロッシーニのヒロイン初役、ビゼー、カルメンでの名称で有名だった。バルセロナにて、アンダルシア人の一家に生まれる。出生時の名前は、コンセプシオン・スペルビア・パスクアル。はじめ地元の修道院で学ぶが、12歳の時、バルセロナリセウ音楽院に入り、声楽の勉強を開始した。1910年、 15歳の時には、アルゼンチンブエノスアイレスのコロン劇場でデビューしている。1911年には、ローマコスタンツ劇場でのリヒャルト・シュトラウス、バラノキシイタリア初演に、オクタビアン役で参加。翌1912年には、出身地バルセロナのリセウ劇場で初めて、ビゼー、カルメンの大名役を歌い、第一次世界大戦中の1915年には、シカゴで、カルメン・ヤマスネ。 ウェルテル、トマ、ミニョンで、アメリカ大陸デビューを飾るなど、20歳そこそこで、国際的活躍を開始した。対戦終了後には再びローマに招かれ、19世紀、後半から慣例的に、コロラ・トゥーラ・ソプラノによって歌われていた、ロッシーに作曲のオペラ・ショヒロイン役、すなわち、ラッチェネレント・ラ・ンジェリーナ役、アルジャのイタリア女、イザベルダ役、そして、セビリアのリハ髪シ、 ロジーナ役をロッシーニのオリジナル通り、メゾソプラのレッチェーロの聖域で歌うという快挙を成し遂げ、一役注目された。1924年からは5シーズン連続でミラノスカラザにも出演したが、奇妙なことに彼女の18番とされた上記ロッシーニ諸役及びカルメイン役をスカラザで歌うことはなかった。1930年からはロンドンでも活躍。 はじめはリサイタルで、1934年のラッチェネレントーラからはコベントガーデン劇場でも活躍した。リサイタルで、たびたび舞台を踏んだロンドン、ウィグモアホール近くで花屋を経営するイギリス人男性と結婚、その後の妊娠のため1935年秋のシーズンはキャンセルした。1936年3月29日、スペルビアは出産のためロンドン市内の病院に、 入院したが、翌30日まず新生児を死産、数時間後に彼女自身も亡くなった。1930年代には、精力的にレコーディングも行い、その総数 SP200 名以上に及ぶ。内容は得意とするオペラでの技巧的アリアは元より、イタリア語、スペイン語及び英語でのポピュラー歌謡やサルスエラよりの抜粋など多岐にわたり、彼女の力強い中低域と、 広域の超絶技巧が残されている。レコードに残された彼女の歌声はややビブラートが強い印象があるが舞台でスペルビアを聴いた同時大臣の多くはビブラートは気にならなかったと証言しておりマイクロフォンが発生の欠点を必要以上に強調してしまったものと考えられている。19世紀前半ロッシーニが精力的に新作オペラ作曲を行っていた頃には 常識でありながら、同世紀後半以降絶滅した感のあった、コロラトゥーラメゾソプラノというユニークな聖域で活躍したスペルビアは、ちょうど1990年代のチェチーリア・アバルトリなどに、連なる歌手であったと言える。愛らしい丸顔、コケティッシュな演技力と、その悲劇的な最後から今日でもファンの多い歌手である。ありがとうございます。